よろしくお願いします。はい、議員歳費の2割削減の法案が、はい、まあ、この後もこの会議で週末が進むとしまして、はい、まあ、まあ、協力した背景とかですね、はい、どういうことになりますか。あの、まあ、歳費のこうあり方についてはですね、またして、議員の国会議員の歳費は、まあ、どれぐらいのレベルであるかという議論というのは、議論として、あるんだろうと、こう思います。まあ、しかしその中で消費税を再来年から上げていくという法律を通した以上ですね、国民の負担を強いる以上、私たちも身を切る、という姿勢を示さなければいけません。まあ、従来より私たちはそういう議論をして、まいりました。そこで、まあ、総理からの、提案もありですね、私も、これは各議員のですね、まあ、基本的に、役員の了解も、取ることができましたので、これは賛成をし成立をさせるという決断をいたしました。一方ですね、あの議員定数の削減についてなんですけれども、これは3度で合意文書を交わすというような形になったということですが、その際もおっしゃっているように、まあ、選挙を経るとですね、まあ、意の構成も変わりますし、その合意の仕方というのはちょっと難しいんじゃないかと思うんですが、これどういったあのやり方がいいというふうに思いますか。まあ、あのこれはの、現場に任せていますけれども、まあまあ、そもそも院の、まあ、構成が変わり、新しい政党が出てくるでしょうし、我々は国民の審判を受ける、立場であります。我々の中で、誰が当選して、誰が院を去っていくのかというのは分からない段階でですね、来年の国会の審議をこう、まあ、どのように引っ張ることができるかという、まあ、根本的な、問題もこうありますね。同時にですね、これは他の少数政党も含めて、まあ、全ての政党が参加をして議論しながら、そしてまあ民主主義の土俵ですから、多くの政党がですね、なるべく納得できるような案にして、まあ、全ての政党が賛成するというのはこれは可能でしょうが、なるべくそういう方向に持っていく努力をするというのがですね、あるべき姿なんだろうなと、このように思いますね。そういう中において、まあ、どのように書き込んでいくかということを考えていかなければいけないと思います。いわば、まあ、選挙の直前にですね、いかにも選挙目当てで何人削減というのは、これは、議論をしていく姿勢としては私は乱暴で真面目ではないのかなと思いますね。話題は変わりますが、あの野田さんがですね、まあ、解散をするとおっしゃった後にですね、やはりその民主党からの離党者が相次いでおります。これはまあ率直にどう見てましたか。あの、まあ、これは、予測されたことなんですけども、あの、まあ、民主党政権がですね、まあ、選挙互助会的なものであって、綱領もなくて理念や政策で結びついていた、徹頭されていたものではなかったと、まあ、いうことが、まあ、明らかになったのではないのかなと思いますね。各社さんどうぞ。総裁すみません、今日はあの朝 の, その日本商工会議所との会合の総裁の発言から波及して、まあ、その一部報道の中ではその総裁が TPP の交渉参加に前向きな姿勢を示したということが報道されていますけれども、今までの総裁のちょっと姿勢とは違うかと思いますが、この点について改めてもう一度お伺いしたいんですが、あの朝のですね、日本商工会議所とのですね、懇談の中の挨拶、まあ、皆さんはあの、まあ、TPP について私の言いぶりを何回も聞いておられるでしょうから、それと全く変わらなかったというふうに基本的な姿勢がですね、ということでおそらく受け止めたいたんではないのかなと思いますが、交渉をやっぱ交渉参加に前向きというのはあくまでもミスリードなんだろうなと思います。後で伺ったところによりました、そうにはまあ経済部の方々もおられてですね、経済部の方々にとっては私の TPP についての発言というのはあまり今まで聞いてこられなかった、またバックグラウンドブリーフィング的なことも聞いてこられなかったので、まあ一部のこの全体のコンテキストではなくてですね、一部の、発展に、対してですね、いわばミスリードをしたのではないのかなと思います。あの、その私の、挨拶の中でも、述べたようにですね、例外なき、正義なき、完全撤廃、これをですね、交渉の条件とする限り、交渉参加についてはですね、私たちは反対をする姿勢は、これは、まあ、全く変わってはいません。
つまり民主党政権にはそもそもですね、こうした交渉をするという、まあ、能力がないということを申し上げたわけでありました。外国交渉力として自由民主党というのは外国交渉力としてあるという考え方を述べたということであります。関連しましてですね、はい、19日から行われる、オバマ大統領と野田総理との会談の中でですね、野田総理が TPP 参加意向を伝えるというふうにも一部報じられているんですけれども、こういう方針、解散を表明し、総理がこういう方針を表明すること、TPP への参加を含めて、野田総理はですね、今年の年初にですね、TPP についての情報を公開する、そしてさらに国民的な議論を深めていく、そう、おっしゃった。しかし今に至るまで情報公開というのはほとんどなされていませんね。マスコミの皆さんもですね、おそらく、この、情報というのを得ておられないんだろう。野党である私たちにも情報提供がされていません。そして、国民的な議論を深めていく努力をですね、そもそも野田さん自体がしていないじゃありませんか。そして急に選挙においてですね、党が混乱する中において決断力を示そうというですね、ただ一点において、中身について、まあ、ご本人や政党が十分に議論を深めているあるいは理解を深めているか怪しい中でですね、いきなり外交の場に、持ち込む、まあ、つまり外交をですね、選挙に、のために、持て遊ぶということは、彼らはすでに鳩山由紀夫さんのですね、最低でも県外という発言で学習したのではないのかなと、思いますね。残念ながら、そうではなかったということではないかと思います。外交のテーマなんです。それとまあすでに彼は解散してですね、解散した後行くという立場でですね、未来に向かってで新たなことをいろいろと約束していくことはですね、政治家としてどうなのかという議論はあるんだろうと思いますね。同じような批判がですね、北朝鮮との交渉の問題についても指摘されておりまして、うん、長距離において横田めぐみさん夫妻にですね、めぐみさんのご両親に対してめぐみさんの娘さんと合わせるということで、政府が交渉しているということもあります。正確な情報を私は承知をしておりませんが、北朝鮮との交渉においてですね、私たちは経験をしてきましたが、さまざまな彼らは思惑を持っています。まさに、政権がですね、選挙を目の前にして何かの成果のごときものを欲しいと、そういう要求が強いということをですね、利用するのに耐えていますから、これは まさに彼らがですね、思うつぼに、彼らというのは民主党政権ですからね、思うつぼにはまっているのではないかということを私は心配します。北朝鮮とのこの問題、拉致問題の解決というのはですね、いわば国民の信用を得た強力な政府によってですね、対話と圧力に重点を置いた交渉、じっくりとした交渉によって初めて成果を得ることができると思います。すみません、はい、どうもありがとうございました。